帰りお疲れ、こんばんは、まちこでございます、うん、さあ今日もですね、緊急まちこ会議ボリューム8になりますかね、うん、第8回になりますはずです。もう最終回、いよいよガールズプラネットを迎えるということで、今回はね、ちょっといつもね、前日ぐらいにね、会議アップしてるんですけども、ちょっと早めに上げとこうかなと思いまして、今日は最終的な順位予想的なことをね、やっていこうと思っておりますので、最後までお付き合いください。よろしくお願いします。はい、あ、はい、嫁マッチも参戦です。お願いします。まあ、ちょっと振り返ってみますとですね、11話前回の放送でですね、生存者が発表されまして、その時の順位がね、このようになってますね。はい、こっちに出てるかな、こっちに出てくる、どっちかわかりません。シャオティン、こっちに出るようにしようかな。絵的にダメ、こっちがいいの。うん、そう、こっちの方がちょっと広いけどね。こっちが広い、もうこっち出てますけど、私じゃあこっちに喋りますよ。うん、1位シャオティン、ダヨン、マシロ、ヒカル、ユジン、ユリナ、シャナ、ヤーニ、ヨンと、こちらがトップ9。以下10位からルイチ、チェヒョン、イエソ、バヒエ、ウェンジャ、ボラ、シンチャオ、スヨン、マヤということで、なんとルイチがね、トップ9から初の陥落ということになりまして、そしてチェヒョンちゃんとイエソちゃんも入ってない。どういうことね、もうえらいことになっておりましたけれども、ただまだね、この最終1週間のこの投票があって、そして当日の投票とで、まあ、最終的なメンバーが決まるということになってますけれどもね。じゃあということで、もう何を指標にしたらいいのか分かんないんですけども、直近のチッケム動画、これをですね、これの再生回数をじゃちょっと参考にしてみようかなと。再生回数なんでね、当てにはならないんですけども、正直なところ、まあでも他にもう頼る数字がないので、ということでちょっと調べてみました。うん、はい、それがですね、はい、こちらです。直近チッケム動画、2本、コスチューム、コスプレしてね、うんうんうん、やったやつと、そしておーおーおーの時のチッケムと、この2本をですね、見まして、それぞれの再生回数、うん、ね、再生回数で順位をつけました。はい、でそれぞれの回、再生回数で順位をつけた、その順位の平均を日本で出していったら、こういう風な順位になったということで、1位バヒエ、ヒカル、2位ヒカル、そしてユジン、ヤーニン、マシロ、ヨン、シャオティン、ルイチ、ゲソというトップ9とかね、順位になってます。はい、やっぱバヒエちゃんがね、もうベラボーに強いんですよ。うん、うん、OOO のね、方が再生回数110万回、で2位のユジンさんで、ユジンちゃんでさえ97万回ですから、すごい差をつけてるんです。ぶっちぎりやん、ぶっちぎり。だからこれで例えば10位ダヨンちゃんになってますけど、このダヨンちゃんの場合はその、チッケムのところでいくと、 OOO の時は43万なんですね、うん、でコスプレのところが 7.4 万回、うん、あんましみられてる、はい、そう、それに比べてバヒエちゃんは20万回というふうに、まあ、すごいやっぱり票を取ってますからね、そこで、うん、1位と。でヒカルちゃんがね、検討してます、これ2位、うん、すごいね。ヒカルちゃん何の格好してたっけ。そうそう、なんか可愛い格好してたよね。 8?8 かなね。うん、まあ、OOO のね、ところも、だからヒカルちゃんはね、こう平均してるんですよ、すごく。どちらでも3位という順位を獲得してて、そう、チッケム動画、再生回数でね、私がつけた順位ですけども、うん、今日、10月17日なの？今日8日なの？ 18 だよ。18も、うん、月曜日でしょ。あ、そうかそうか。そう、18日現在の再生回数で計算したところ、そうなってました。まあ、ユジンちゃんは3位、こんなところですね。そして、ヤーニンちゃんがボーンと4位上がってんの。ね。うん。これはもう言うてもね、テントウムシ動画がちょっとおもろいやろっていうことで、ちょっとバズってる感じがね。あって、かわいい。テントウムシ。うん。スネークを踊るテントウムシ。なんかね、これがね、45万回
あ、違う違う、24万回か。で、この コスプレの実験もでは1位を獲得してるんですよ。あ、そうそう。だからまあ4位というところに来てるんですけど、うん。で、その次、マシロちゃん。ね、ヨンちゃん。ね、ヨンちゃんもね、これ、実は、OOO の方で4位。で、コスプレの方が8位ということになってるんか。うん。でも、ぐんぐんぐんと上がってきましたね、順位がね。で、シャオティンちゃんが意外とね、こう、再生回数があまり稼げてなくて、まあ、その実験動画だけで言うと、こう、7位ということになってます。で、それを、に次いで、ルイジーちゃんが8位。で、9位にイエソちゃんと。10位、ダイオンちゃん。11位、ユリナ。はい。12位、チェヒョン。13位、シャナ。14位、スヨンちゃん。15位、ボラちゃん。16位、マヤちゃん。17位、シンチャオちゃんに。18位が、ウェンジャちゃんと。いう感じになってるんですね。まあ、これはあくまでも直近のチッケム動画、日本の再生回数を元にした平均して出した順位でございます。うん。で、ただ、まあ、言うても、これもそのまま数字を順位にね、表したわけですけど、韓国票は2倍になると。ん？そうなん？いや、そういうことでしょ。グローバル票とくら、に対して、あなた今までどういうなんか 50% ってどういうことかなって思ってた。 50% だから韓国票はもう 50% で、あとの 50% を、グローバル票でいくということですから、うん、うん、それって何って思いながら見てたいつも、うん、なんのこっちゃ。 50% は韓国の人が入れてんねや、はい、全体のって思ってたけど、そうじゃない。違いますね。はい。50% を韓国票。まあ、単純にまあ2倍の効力があるかなと。そうなの。うん、なんで？いう。ずるいよ。だって K-POP アイドルですから、グローバルアイドル。韓国の番組やし、韓国からやるわけですから。うん。単純に2倍にはならへんのかもしれないですけど、もう単純に2倍にしてみました。はい。韓国メンバーの票数だけね。あ、そしたら、バヒエちゃん、ユジンちゃん、順位がこのように変わります。バヒエ、ユジン、ヨンウン、イエソ、ダヨンと、韓国勢がやっぱり一気にガガッと上位に入ってくるわけですね。うん、で、2位だったヒカルちゃんがもうこう6位。で、県外だったチェヒョンちゃんが入ってきて、で、ヤーニンちゃん、マシロちゃんがギリギリ9位と。いう風になってます。はい。で、なんと、ユリナちゃんは15位という位置になってしまう。シャオティンちゃんまで12位ということで。ん？でも、わかんないんだもんね。わかんないですよ、それは。韓国人がもしかしてユリナにめっちゃ入れてる可能性もあるもんね。あります、あります。まあ、ただ、その韓国人に、韓国メンバーに入った票を倍にしてるだけですか。うん、だから誰がどう入れてる、誰がどう入れてるじゃなくて、うん、で、そういうことですよ。まあどうか分からへんけどね、どうなる。ただこれやりすぎやろと、あくまでも再生回数を元にしてますから、うん、それに2倍にしただけの順位っていうのはちょっとあまりにも、なんていうんですか。雑というかね、大雑把すぎるなと、ね、うん、いうことで、じゃあ 1.5 倍にしましょうと、うん、はい、1.5 倍にしましょうということで 1.5 倍にしてみました。そしたらこうなります。はい、それでもやっぱりバヒエ、ユジン、ヨンと上位3位までがもう韓国勢で、うん、ユヒカルちゃんで、イエソちゃんで、ダヨンちゃんに、ヤーニンちゃん、マシロちゃん、ルイチーちゃんがここでなんとか県内に入ってくると。で、シャオティンちゃんが10位と。で、チェヒョンちゃんが落ちて、ユリナちゃんが12位と。いうとこですね。だからもう絶対間違いないやろと言われていたシャオティンちゃんとユリナちゃんがここでいないっていう。はい。ありえないよね。これね。
これで、でもちょっとありえへんよなって。ないと思うんだけどね。うん。まあ、あくまでも再生、直近の日本のビデオの再生回数で作った、もう単なる平均順位ですから。はい。で、これと、じゃあ、この間11話の最終順位ね。はい。それとの順位の平均取ってみたらどないや、ということで、出してみました。それが、こちらでございます。はい。最終の平均順位、こちら。うん。こうなると、はい。1位、ユージン。2位、ダイオン。3位、ヒカル。4位、シャオティン。5位、マシロ。6位、ヨン。7位に、バヒエ。8位、ヤーニン。9位、イエソ。すごく現実味が出てきたと思いません？なるかもしれない感じのやつなんか、ね、でギリギリ10位でユリナちゃんっていう、11位ルイチ、12位チェヨンって、めちゃめちゃこれね、なんか急にリアリティ出てきてこうなったんですよ、私。思い出わせてちょっと動画撮りましょう言って、やってるんですけどね。ただ、ま、一つ言いたいのはこれ、それでも、ヤーニンちゃんのこの8位っていうのは、あの、テントウムシのバズりが入ってるので、ひょっとしたらここまで残らない可能性は私強いなと。実はもう、ヤーニンちゃんもやっぱりもうちょっとランク落として、ね、ユリナちゃんギリギリ9位に入って、イエソちゃんが8位っていう可能性が濃いんじゃないかなとは思うんですけど、それ以外はそう変わり、ないかもしれんねっていうね。でもこの間の順位、ヤーニンちゃん良かったもんな。11話ですか？うん。11話の時が、はい、こちらですね。11話これ。11話が8位。ね。うん。その歌も言ったら、ちょっと上手には歌えなかったけど、8位に入ったもんね。そうですね。もしかして下がるかなって思ったんやけど、全然下がらずにね、何位に食い込んできた。うん。ルイチちゃんがその代わり。そう、10位になっちゃったからね。うん。だからそれをキープできるかどうかですよ。これ10位になったルイチペンがね、あかん言うて今めちゃめちゃ頑張ってる可能性ありますから、逆にルイチちゃんがうんと。上がってきて、ヤーニちゃん落ちるっていう、下がるっていう可能性もあるし、C のシャオティンちゃんも大丈夫だよね、シャオティンちゃんは問題ないと思うんですよね、やっぱりね。さっきの私のこの出したやつやったらもう10位になってますけれども、最終的な平均を取ったところがね、さっきも言いましたこの4位、はい。まあ実際にはひょっとしたらもう1位に行く可能性もありますけどね。シャオティンは確実ですね。C グループのね、シャオティンはもう確実。ルイチとヤーニンがどっちが入るか、もしくはどっちも入らないかっていう。一人しか入らない可能性ありよな。K ばっか入ってるかもしらんもんな。本当に。だからこれでいっても、まあ、C、で J グループではヒカルちゃんとマシロちゃんだけになっちゃってるんですよね。ゆりなちゃんが10位になってるので。ゆりなちゃん。で、さっき言うた、例えば C グループがもう一人だけ、ね、シャオティンちゃんだけになってしまった場合に、ゆりなちゃんがまあ繰り上がりで上がってたら、まあ、ギリ9位ぐらいで入る可能性があると。いうぐらい、ちょっと今はゆりなちゃんが、実は危ないんじゃないかっていう、J グループではね。まあ実際、11話での順位でも、ね、J グループでは真白光るユリナっていう順番だったんで、まあね、ちょっとずつバンと上がってちょっとずつ下がってきてるけど、ギリギリ9位とかに残りそうな気もするけど、まあ、シャナちゃんはどうなんかな。シャナちゃんまで入るってことはないかな。シャナちゃんはもう厳しいところにいてると思うよ。この順位前も中間発表で入ってて、それより上がってるよね。9位やったのが、シャナちゃん7位になったからね、この間。シャナペンがこうみんなの分を背負って、もしかして上がってくるかもしれない。
まあまあまあ今全然いいんだけど、それはもうもちろんですよ。あくまでもねこんな感じに、ちょっといろいろやってみたらなっちゃったと。うん、それがなんかあまりにもちょっと私的にあるかもなっていうリアリティが見えてきたので怖くなったっていう話なんですよ。バヒエちゃん入ってるやん。バヒエちゃんはだってもうね、もう投票やっぱ数字がいいですもん。あんだけね番組の中で取り上げられることもなくやってきたのに、やっぱり常に得票数はすごく良くてね残ってますから、すごいな。ねえ、だからまあ10バヒエちゃんが11話での順位とで言えば13位。いつもその10位の時になったらまだ入らへんよね。いいとこにはいるけど。だから最終でも見られてるのは一番見られてる。一番見られてるし、どういうこと？そう。ね、なんか、あの別のファンの投票なんかでもいい数字をいつも取ってます。はい。だからここ最後、ラストスパートでバヒエちゃんファンがまたガッと頑張ったら、もう13位だったところがゴンと入ってくる可能性がありますよっていうことです。ただ、まあ、ね、さっき私が言いました、直近の、動画で言うところの1位っていう、そこまではないやろうと。いうことで、まあ、いろいろ平均出したら、まあ、7位ぐらいに入ってくる可能性もあるな、ということなんですね。その、今の顔、言葉で私、表してもいいですか、あなた。ねえ、だから、まあ、ここは本当皆さんが、推してる、ね、メンバーの、ね、推し時というか、頑張りどころやと思いますね。大丈夫大丈夫と思っているメンバーがね意外と危なかったりね、しますから、後で後悔のないようにですね、お父さんお母さんの携帯借りてですね登録して言います。あれなんか登録最初私手間取ってんけど、なんてか、ね、なんかできひんってね、後からスタートしたのね、だいぶね、そうですよ、毎日投票し忘れのないようにね頑張っていこうっていう話でございます。でまあまあそれはあくまでも仮定の話、私みたいな数字が苦手な人間がね出してきた、まあ、順位予想ですからね、全然ちゃうかもしれない。全然ちゃうかも。全然ちゃう。何やこれ。あとでも見返されへんわ。あいつ何やマチコ。かもしれん。なそうであってほしい。でも分からへんね、これはもう。あの、今スタートした、ね、日曜ドラマ、日本沈没みたいなね、すごい、もう、日本は沈没するって言うてる香川博士がバカにされていたように、マチコが言うてることが、本当になんか真実味を帯びるかもしれない。で、まあ、コラン君いいとして、で、最後に、ね、マチコと嫁マッチのですね、希望ナインを発表していきたいと思います。じゃあ私から、じゃじゃん。じゃん。はい。希望ナイン。映ってる？はい。あ、なんか光ってんな。光ってる。ちょっと立てた方がいいか。これどう？映った。マチコの希望ナインでございます。シャオティンちゃん。マシロちゃん、ヒカルちゃん、ユリナちゃん、J グループから3人、そして K グループからユジンちゃんにダヨンちゃん、そしてイエソちゃん、チェヒョンちゃん、マヤちゃんということになっております。一言だけ言わせてください。あれだけメインボーカル、ボラちゃんがいなきゃって。マヤ。ずっと大騒ぎしてたんですけれども。マヤちゃんがここまでね、また残ったということで、やっぱりね、万年のね、あの可愛さのマヤちゃんはやっぱり、もう残してあげたいなと。逆に言えば、ボラちゃんは、本当私、ボラちゃん大好き。ボラちゃん大好きだからこそ、もうメイちゃんもジモンちゃんもいない今、
チェリバで頑張ったらええやんって。うん。ごめんなさいね。ボラちゃんをほんまめっちゃ推してる方、ごめんなさいね。うん、そんな、いや、なん、チェリバで頑張るとかそういうことじゃないねんっていうことやと、ボラちゃんにしてみたら。いや、私一人でも、ボラちゃんここ入ってっていうのはね、それ目的なんでしょうけど、なんかこう、出していくの、うん、大丈夫、チェリバ応援するし、みたいな。出てきて、ここはもうほんま、まやちゃんかボラちゃんか。どっちかみたいなところで、うん、あ、じゃあボラちゃんが入ってもそれはそれで嬉しい、うん、そう、全然大丈夫、全然大丈夫全大丈夫っていうか、もうそれでも、ね、もうそうやったらそれでいいと、全然もうほんまに、うん、ねえ、あえてあえて、まあなんか、うん、まやちゃん入れてみた、そう、まやちゃん入れて、ここへ来てまやちゃん入れてみましたね、うん、あとはまあ C が C1J3K が5という出ました、そういうトワイス方式、はい、トワイス方式でございますね、うん、シャオティンだけってことやんな、そうですね、うん、はい、じゃあ嫁マッチ、嫁マッチあっさり終わる、うん、まあまあ、はい、希望だからね、希望、あくまでも希望ですから、予想でもなくね、はい、こっちだ、嫁マッチ9、ダダン、ダダン、真っ白ダイオン、これはもうあれ、もう残ってほしい順で書いてる、うん、あの3位まではね、3位までは、うん、そっから下は本当に迷いながら書いてるから、真っ白にダイオン、ゲソ、ゲソちゃん、ここまではもうこの順番で残ってほしい、うん、真っ白ちゃんが一番絶対入ってくれないと、ね、入ってくれなかったら私もう見ないかもしれないもういいってなるかもしれない、このグループデビューしたところでデビューしてもっていう可能性があるから、ね、真っ白ちゃん入っとかないと、確かにそれはありますね、一番ね、で、まあ、ダヨンちゃんとゲソちゃんが次に推してるかなって感じで、なるほど、でまあ、で4、5、6、うん、ヒカル、シャオティン、4、4、5、6までは入ってほしいなと思ってる、うん、はい、これもね、うん、はいはい、で7からがもう順位は別としてね、そうそうそう、うん、7からがもう本当誰が入ってもいいんやなって思いながら決めた、なるほどね、ユリナちゃん、ルイチ、でもやっぱりボラちゃんも気になるし、そらそやね、ジヒョンちゃんだっているし、ね、ユジンちゃんだっているしとか思って選べないよって思いながら入れた3人やから、もう違う人でも全然いいんやけど、はいはい、うん、一応日本人、ミリナちゃん頑張ってるし、ルイチーちゃんもちょっと元気ないし、スヨンちゃんも頑張ってたし、なんか本当に困った、ななもう誰でもいないけどな、ほんまに、うん、誰でもいないけど、ただ真っ白が入らない方はもう、うん、おしまい、追いかけませんっていうのはね、これだけははっきりしてるわけですよね、そうや、うん、ありえなくなる、まあ、そんなもんじゃないですか、皆さんもね、うん、ね、推しのあの子が入ってなかったらもう見る、もう見えひんなっていう、うん、ひょっとしたらあのガルプラ自体もう見てない人もいるかもしれない、うん、今までずっと見てきて、あ、もう自分の推しが落ちたから、もう、そうやね、もう見どこって言ってな、うん、見たってしゃあない、そうなる気持ちわかるやん、うん、もう見たくもないってなってるかもしれへん、ひょっとした人によってはね、うん、ということでございまして、はい、皆さんのね、希望ナイン、そして、最終的なデビュー組の予想はどうなっているのか、ね、ちょっと実際の金曜日、ね、もう待ち遠しいやら、ちょっと怖いやら、いや、ね、怖いな、複雑な気持ちでね、いておりますけども、うん、まだでも当日の投票がありますからね、当日までの投票と当日の投票もありますから、っていうのは、うん、その番組内でやる、番組内で投票です、そのもう生放送です、そのための生放送ですから、うん、携帯、携帯もちろんでございます、はい、 D ボタンちゃうやん、 D ボタンじゃないです、はい、違います、携帯でございます、うん、はい、嫌だな、終わっちゃうんだよ、終わっちゃうんだよね、うん、終わっちゃって決まったらしばらく出んかな、うん、しばらく出ないかな、まあまあデビュー曲をちゃんとこう決めて、それを準備して MV 作ってっていうやっぱ期間があるからね、うん、最低限1ヶ月は、うん、ないと思いますけれども、いやあれ見たんやろ、歌唱の、え、あ、明日の
国民歌手かな。そうなんだ、はい、木曜日のね、はい、8時からやってる。私見てないけど、見てそれはもうだってサバイバルオーディション番組、サバイバルオーディションな、サバイバルのオーディション番組評論家マチコでございますか、東マチコでございます。まだ出てないやん、あの人マスターさん。あ、まだ出てないですね。スターさんのとこだけ見たいな。あ、またその時は教えますわね。はい、出るよーって呼ぶからね、その時はまた見ていただいて。まあいろいろありますけれども、まあ、ここで一つ、今週でね、ガールプラワーも終わっちゃうことで。もうなるもん、でもほんまに、ちょっと早い、あっという間やったね。早かった、うん、実際早すぎ、うん、まあまあまだ終わってないから、そう、終わってからはの話にしよう、それは、ね、うん、まあ、終わってから終わってからの話しよう、はい、ということでございまして、あと、あと宣伝はいいんですか、ね、告知はいいんですか、告知、あ、告知ね、まああの言うたってね、こう、あ、今20日ですか、20日の夜10時半、ラジオ大阪で、あります。ラジオが大好き。27ちゃうかった。はい、こちらの方でですね、秋のしみるソング特集いうのでね、私も、あの、城代孝子さんっていう、フリーアナウンサーの方と一緒に喋ってます。そして27日、翌週27日の水曜日夜10時半には、があのサバイバルオーディション番組の魅力、そっちがそっちね、について、27日にはね30分たっぷり喋ってますんで、またよかったらそちらもね聞いてやっていただきたいと思います、はい、まあまあまあそんなことより何より、もう金曜日やな、うん、金曜日を楽しみに、そうですね、金曜日、金曜日見まして、金曜日見終わったらすぐにまた、生配信ね、次回もやってみたいと思いますので、はい、そちらまでまた、うん、まあそれまでも動画はね上げていきますんで、次の動画でお会いしたいと思います、はい、ということで、お帰りお疲れこんばんは、今日もまちこと嫁まちがお送りいたしました、また次の動画でお会いしましょう、ごきげんよう、さよなら。